黒板に大きなコンパスで円を描くのって大変だと思うんですけど、これはなんと片手で描けちゃいます。同心円も簡単に描けちゃう。授業で図形を描くのに時間がかかったり、形が歪むなんて嫌ですよね。生徒の理解を深めるためには、綺麗で分かりやすい図形が必須です。だけど、黒板用の大きい文具は使いづらく、着にくい。その悩みを解消できる元教員が、教員のために開発したツールがこちら、マンボウ3。これは、ホワイトボード、黒板用アシスト定規です。2種類の穴で、チョークとホワイトボードマーカーの両方に対応。片手で円が描ける秘密は、マグネットのおかげです。さらにすごいのは、よく使う角度線、10、15、30、45、60度の線が簡単に描けます。おまけに、コンパクトで黒板の隅に貼っておけば邪魔にならない。実際どうなのって思った人は、これを見て、協力者は特別支援学級中学1年生のハルくん、手先が器用ではないため細かい作業が苦手、失敗したらどうしようと不安になるため、あまりこういう作業はしないそうです。一度失敗したら二度とはやらないそうです。結果はこの通り、綺麗に描けてます。ハルくん気に入ってくれたのか、実はテイク3もやっていただけました。